広瀬真じ子は、静岡朝日テレビの元アナウンサー。夫は、プロサッカー選手の河合洋介。千葉県安子市出身。江戸川学園取り出高等学校、2010年3月、学習院大学理学部科学科を卒業後の同年4月、静岡朝日テレビに入社。小、中、高校時代は剣道に打ち込み2段を取得したほか、主材2級の資格も所有。 大学時代は、理学部科学科に在籍し、4年次は、生命科学研究所で、g タンパク質を研究した。その一方で、ラクロス部のマネージャーを担当していたほか、BS 富士ニュースの14期学生キャスターを務めた。ピエール崖のションナイ TV では、自他共に認める、おバカキャラ。また同番組をきっかけにプラモデル作りが趣味となり、馴染みになった地元のプラモデル店に、 番組企画内でニッパー投稿魚の出前を依頼するほどになった。グルメリポートでの出演機会が多いが、ション内 TV では味ン値で含まれていないはずの食材の味覚を感じるため味覚センサー故障中と揶揄されいじられていることもあるためか食感を中心とした感想を持ち味とする。一方で嗅覚は優れていると自称しており、科学的検証の結果、 平均よりは優れていることが分かった。2011年7月、8月の毎週土曜日に日刊スポーツ紙面のアナグラにコラムを掲載していた。家族は両親、兄二人。2018年1月11日に J リーグ、清水エスパルス所属の河合洋介と結婚したことを同年1月25日に発表した。2019年4月1日からは、石。 タワガイと共に、飛びっきり、静岡内のローカルニュースゾーンでキャスターを担当する。飛びっきり、静岡2019年12月16日放送分にて、第一子妊娠に伴い、年内限りで30035休業に入ることを理由に番組降板を発表。さらに2020年春に予定する、出産後の子育てに専念するために同局を退社することも合わせて発表した。 2020年2月27日に第一子を出産した。同年3月末付で静岡朝日テレビを退社。ありがとうございます。